海上自衛隊の最新鋭の哨戒機 P-1、 アメリカ海軍が主催する多国籍軍事演習であるシードラゴン2023で見事優勝を獲得との情報をキャッチしました。今回はこのシードラゴン2023で見事優勝を詳しく見ていきますね。 WBC 級の優勝と同じものですよね。日本は何にしても強くなっていますね。旧式の P-3C 哨戒機からようやくこの座を奪取しましたね。今年2023年は3月13日から30日までの延べ13日間にわたってアメリカ領のグアム島の同国空軍のアンダーセン基地を舞台とし、主として環太平洋地域のアメリカの同盟国や友好国が集う合同軍事演習シードラゴン2023が開催された。このシードラゴンとはアメリカ海軍が主催する合同軍事演習であり、各国が固定翼の哨戒機を用いて、それらによる対潜水艦戦闘の技能を競うことを基として行われており、2020年以降毎年開催されているものだ。今年のシードラゴン2023には、ホスト国であるアメリカ以下、カナダ、日本、韓国、インドが参加を実施しており、グアム島の周辺海域における模擬戦闘で、見事日本の海上自衛隊の参加部隊が優勝の栄誉を勝ち取った。今回のこのシードラゴン2023に参加を行った海上自衛隊の部隊とは、鹿児島県の鹿屋航空基地に所属する第1航空軍第1航空隊の国産の P-1 哨戒機1機と、その運用を行う40名の隊員たちで、同演習で初の栄冠を手にした。これまでのシードラゴンにおける優勝は、2020年がニュージーランド空軍の P-3C 哨戒機部隊、2021年と2022年が連続でカナダ空軍の CP-140 哨戒機、カナダでの P-3C 哨戒機の形式名が獲得しているという状態にあった。今回のシードラゴンにおいては、2020年に優勝の栄誉に輝いたニュージーランド空軍は未参加ではあったものの、海上自衛隊の P-1 哨戒機の部隊は、カナダ空軍の3連覇を阻止し、機体としても P-3C 哨戒機を初めて抑えたこととなった。アメリカ海軍や海上自衛隊でも P-3C 哨戒機は保有、運用されてはいるが、すでに、前者は P-8 哨戒機、後者は、今回優勝を果たした P-1 哨戒機を、最新鋭機として調達中であり、P-3C 哨戒機は旧式の機体という扱いではある。そのため、このシードラゴン軍事演習に限定して見てみれば、旧式であるはずの P-3C 哨戒機に、それを代替するために調達されたアメリカの P-8 哨戒機や日本の P-1 哨戒機は、新型機であるにもかかわらず、後塵を拝していたと言えなくもない。今回のシードラゴン2023の参加国は、アメリカとインドが P-8 哨戒機を使用し、カナダと韓国が P-3C 哨戒機、そして日本が P-1 哨戒機を投入した形だが、ようやく新型機がベストセラー機を上回る結果を出した格好である。シードラゴン2023にて実施された演習の形式は、グアム島の周辺海域に、敵の潜水艦に見立てた標的を潜ませ、それを参加した各国の固定翼の哨戒機が探知、発見し、航空魚雷による攻撃動作の正確さを競うものとされている。参加国は、こうした標的の探知、発見から4度の攻撃を行う一連の動作を検証し、キレラを実施する時間とその正確性を評価されるものだが、ようやく、海上自衛隊の P-1 哨戒機が、その進化を隊員らと共に示した結果と言えるだろう。前述したように、これまでのシードラゴン軍事演習における優勝国を見渡してみても、軍としての規模からすれば、
比較的小さなニュージーランド空軍やカナダ空軍がその座を占めていたことはかなり意外な結果だったとも個人的には感じていた。海上自衛隊の公式なツイッターアカウントには、今回のシードラゴン2023の優勝国に与えられた記念のドラゴンベルトを掲げる隊員たちの写真が掲載されており、必勝を祈願して掲げられた旗とともに、その様子を確認できる。こうした対外的な多国間の軍事演習であるシードラゴン2023にて、優勝という初の栄誉を手にした B1 哨戒機であるが、同機は2013年3月から海上自衛隊への実戦配備が始められた悲願の純国産の哨戒機である。B1 哨戒機は防衛省の技術研究本部と川崎重工業者が共同で開発を行った機体であり、本体は同じく川崎重工業者が製造し、機関部には現 IHI 社製の F7IHI ジューターボファンエンジンを4機搭載する形式を採用している。もともと、川崎重工業者は、当時のアメリカは、ロッキード社が開発した P3C 哨戒機のライセンス生産を受け負っており、そこで培われたノウハウと技術を、ベースに、防衛省の技術研究本部とともに、B1 哨戒機の開発に取り組んだ。これまでのシードラゴン軍事演習においても、ニュージーランド空軍やカナダ空軍の P3C 哨戒機が、2020年から3年連続での優勝を獲得していることからも明らかなように、同機は、未だ西側諸国のベストセラー哨戒機である。日本でも、海上自衛隊が P3C 哨戒機を導入した後には、同隊内での演習において、ことごとく海中に潜む潜水艦が探知、発見される事態が発生し、その類まれなる追戦哨戒能力は、以後の潜水艦の静粛性の、さらなる向上の必要性を痛感させたとされる。そうした高性能を誇った B3C 哨戒機ではあるが、1982年3月から、海上自衛隊には実戦配備が行われたため、2000年には、今後の代替機をいかにするのかが検討がなされた結果、日本国内の航空産業の育成という観点から国産化が決定された。ただし、次期哨戒機を国産化する場合、日本としては他の軍用機、また、馬防衛装備品でも同様ではあるが、当時、基本的には他国への輸出を念頭に置いた開発はできなかったため、その開発コストをいかに抑制するのかが課題となった。そのため、B1 哨戒機は単独の機体として開発するのではなく、後に C2 輸送機となった次期輸送機との一部の部品の共有化を図り、2機の機体を並行して開発することで、トータルな開発費を抑制するという前提で計画が進められた。B1 哨戒機は、防衛省の一部からは、国産ではなく、B3C 哨戒機と同様に、アメリカからの調達や共同開発を推す声もあったが、2001年から2004年まで設計、2005年から2011年まで試作、並行して、テストが2008年から2012年の期間で実施された。開発費の総額は当初想定された額よりもおよそ50億円増加したトータル3450億円となり、1号機は2007年7月に完成し、翌2008年8月に社内のテストを経て納入され、翌月9月に海上自衛隊の厚木航空基地へと送られることとなった。以後、厚木基地ではこの1号機を用いた運用テストが行われると同時に、2号機の製造とその疲労強度テストが実施され、それらすべての開発の工程が2013年3月に完了し、正式に
B1 哨戒機と命名されて実戦配備を迎えた。B1 哨戒機は機首部分の下部にウェポンウェイを完備しており、ここに対潜水艦用の爆雷や航空魚雷を搭載するが、主翼の下部のハードポイントにも最大で8発の空対艦及び空対地兵装を喧嘩することが可能となった。実績もない P1 哨戒機にとっては、製造数が伸びない要因になるかもしれない。これまでに、P1 哨戒機は、イギリスやニュージーランドへの輸出が取り沙汰されていたが、いずれも、最終的には、アメリカの P8 哨戒機に、選定で、その座を譲っており、機体単価の高額さと、メンテナンス網の差が大きいと考えられている。